といらっしゃい。俺の計算じゃこの先で奴らと遭遇するかの。いよいよね。これからの作戦を説明する。みんな分かった。なるほど。激しい戦いになる。よし、それじゃあ対面と行くか。そろそろ木の葉じゃねえの。ああ近いな。暴れて暴れて暴れまくって。暴れるのはいいが、人中力の。おっと、そうだったそうだった。デイダラの話だとなかなか気にしすぎなんじゃねえの。そのよ。また言うのかよそれ。とにかく油断はするな、人中。出てこいよ。お前は。なんだなんだ。バ。気をつけろヒダン。おい。サクだ。んなもん関係ねえよ。やってみろ。言われなくてもな。アスマ。邪神様。戦闘開始。そろそろ手を出す。これだ。そこだ。
ずは作戦成功だぜ。てめえ。はあ。よし。何がよしだ。お前の相方は俺の仲間が相手をする。てめえなんぞ。俺一人。カカシ先生、ジョージ、イノ、こいつは俺の命に変え。なるほど、俺とヒダンをばらけす。そして俺の相手。そういうことだ。一体この判断は木の葉か。お前らの額当てを見ると、あの何、お前たちに昔話を聞かせてやってもさっさと決めさせ。二人とも気を抜くな。少しでも気を抜くと。気を抜かずとも結果は変わらん。終わった。よし、すぐに鹿丸の。はい。残念だが、そううまくはいかん。だがここまでやるとは思わなかった。そんな手応えはあった。本当の節か。いや、それは少々。俺は5つの心臓をストック。これを教えたところで、お前たちいかんともしがたい。あっと、こんなの。このままでは。さて、そろそろ刈り取ら。だいぶ修行。もう一度。いや。え、ばあちゃん。どうしたのですか。うん、実はお前。任務。
しかし、僕たち。今回の任務はお前たち、特に。俺が？詳しく聞いてみる人。え、じゃあ。ああ、行けるか。ああ、任せといてくれ。よし、それでは今すぐ向かう。はい。なかなかにしぶと。強い。どうすれば、こ。体が重い。久方ぶりに心躍る時間だ。だがそれも終わり。消えろ。そこまでだっても。こいつは。ナルト。いいタイミングだ。お待たせしました。大丈夫ですか？ああ、なんとかね。救援に来たってことは完成したのか？いえ、まだ5割程度です。そうか。けど。まあ見ててください。以前のナルトとは別人ですよ。
無駄にねばでもまお前はお前それくらいやれるんならさぞかし俺は一人じゃ俺は一人何俺にはもう一人あの人が今さらてめえの曲げはまだ勝負は決まっていくらピーピー吠えようが俺たちをなめんなよ。ここがてめえの墓穴だ。あんたの敗因は俺を甘く見すぎたことだ。いつの間にこんな前もってここに仕掛けを準備してただけのことだ。こいつまさかあの戦いのありえねえ。何もんだこいつ。そこの深い穴に起爆符だ。これからどうなるか。てめえ人を呪わば穴二つ。てめえだけのうのうとはしゃいでいられると思うな。そいつがてめえの墓穴だ。俺は死なねえ。必ず。この森は特別な場所でな。俺たち一族だけが立ち、これからは。俺たち一族。てめえには絶対罰が当たるぜ。大いなる裁きがお前に。そんなに怖かねえんだよ。俺とお前じゃ、信じてるもんがち。何？俺が信じてんのは。よくやったな。俺の火の意志、お前に託したぞ。じゃあな。
渦巻き。そうか、まさかお前の方から出向いてくれるとは。やってやる。ちょっと待ってよナルト。そうだよ、ここはみんな。確かにな、この状況。カカシ先生、確かにチームワークは大切だ。でも今俺はその危ない橋を向こうへたどり着けなきゃ。俺はいつまでその橋を外すような。ヤマト、お前はどうだ。カカシ先輩はまだ見てないですよね。君、行けナルト。ボス、俺も舐められたものだ。修行の成果見せてやる。貴様はここで終わりだ。やってやる。行くぞ。ラストクーラッシュリケン。行くぜ。クーラッシュリケン。
手裏剣、風魔手裏剣、風魔手裏剣、風魔手裏剣。よし、どれほどの術になったか試してみるぞ。よし、四代目。よし、やったね、ナルト。ナルト、すごいじゃない。よくやった。封筒、螺旋手裏剣、攻撃回数が桁外れだ。あれはシャリンガンでも見切れない。ナルトは本当に強くなってきた。感じてるか、ナルトの目の先にいるお前がナルトをどんどん。
な、サスケ。そろそろ世代交代の時代だ。よし、みんな、五代目には俺の方から報告しておくから。おっす。ねえねえ、しかまる、この後ご飯。ねえ、悪い長次、俺ちょっと用事があってよ。じゃあな。こんなとこにいたんすね、つか。で、しかまる、どうしたんすか。うん、ただ将棋の相手がいなくなったわね。あなたはアスマの一番のお気に入りだったから寂しくね。大切なことからくだらないことも、俺めんどくせえってダダこねてた。その度アスマに守られて、それでかな、つかみどころのない俺にとっちゃ。今度は俺の番すよ。その子が生まれたら、今度はかっこいい大人にならねえと。ありがとう。もし木の葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、玉が木の葉を担うこれからの子供たちだろ、アスマ。俺の火の意志、お前に。ああ、しっかり受け。よう、ナルト。エロ仙人？どうだ、一杯。ってわけで、性質変化をものに。うん、さすがわしの弟子。どうした？今回は、いろいろ。アスマたちのことか。うん。人を失うという悲しみはこの上だ。つながりが深ければ深いほどその悲しみは深く。だがその悲しみ、今回の一件でアスマの意志を引き継ぎ、新しい、そういうの今は。だがいつの日、そうかな。わしは信じて、たとえお前が同じような目にあったとしても、その瞳は曇ることなく信じた。へ、いきなり何の話をしてんだ。わしはいつでもお前を信じて。はあ、どうしたんだよエロ。さて、負けた方が心。あ、ちょ、いきなりずるい。相手を油断させてことを有利に運ぶ。チクシュー、負けるか。いくつもの戦いを経て、少年たちは強くなる。ゆっくりと確実に。時代は移り変わろうとしていた。親から子へ、師から弟子へ。力、技、思想、幾多のものが受け継がれ、つながりが生みし、一筋の光を信じ、少年は道を歩む。そして闇もまた同じく、巣穴の中で力を蓄えし、復讐に囚われた者、彼もまた
新たなる道を今こそ歩まんとしていた。羽ばたきの時が迫っていた。これで終わりか。傷一つなくことを済ませるとこの子を見ているとあと少し。第4章蛇結成。どうですか、サスケ君は。いい感じだわ。それでは。ええ、近く転生の儀式を。オロチマル様。これは。体がだいぶ衰弱なさっている。これだとら。ボロボロだ。薬を取ってきます。少々お待ちください。転生の儀式。私。もうあんたに教わることは何もない。ここで始末する。やっぱりそう。オロチマル、あんたは俺より。言うじゃない。ひよっこじゃなきゃ手に入りそうになる。イタチが無理だ。だからだが、所詮あんたには無理な話。どんな天才も、いくらあんた、オロチマル、あんたじゃ俺に。見せてあげようじゃない。やってみろ。こ。その体、いただくわ。戦闘開始。その程度か。拍子抜けもいい。お前の負けだ。
オロチマ。負け。私は。なんだ、ここは私の中にある異空間。さあ、いただくわ。シャリンが、ついに。バカな、転生の儀。ありえない、そんなこと。オロチマル、お前の意、分かってるはずだ。血を這いずる蛇が空を飛びたいと、それでもどうにかしたいと巣の中のひよっこを狙って、これから空高く飛び立つ。こんな、私は不死のオロチマルだ。私は、この世を解き明かす。私は、お前の力。俺がいただく。カブト。オロチマル様。まさか、君。やつは俺を狙っていたが。逆に俺が奴のすべて。それじゃあ。行くか。じゃあな。